東城大学工学部宇宙航空システム工学科航空整備学専攻。今日は阿蘇熊本空港に隣接した空港キャンパスで来ています。大学卒業と国家資格のダブル取得は東城大学だけ。空の安全と安心を守るエンジニアの卵たちを突撃取材したいと思います。中で実施訓練中ということで、ちょっと中に入ってみようと思います。この授業は何をしているところですか？11月にある技能審査に向けて操縦桿に見立てたケーブルを用いてエンジンを張るっていう授業をしています。整備学専攻のいいところって何ですか？空港キャンパスの学生寮で仲間と共に過ごして整備士になるという目標に向かってみんなで頑張れるところが魅力だと思っています。団結力高まる感じですね。まず整備学専攻に向いている学生さんはどういった学生さんですか？期限を守るとか、まあ当たり前のことなんですけども、そういったことが普通にできる子であれば皆さん向いているのかなというふうに思います。まずはやはり飛行機が好きという、うん、もうこれだけ持ってきてくれれば我々が好きにさせたいと思います。そこからはい、これは押したら、はい、これはミサイルが出る。気をつけます。わかりました。違う、こちら学食ですね。ちょっと入ってみます。こんな感じで操縦学専攻と整備学専攻の学生さんが共同で学食を使っているみたいです。具体的に学生さんどういったところに就職されていきますか？全日空さんだったり、あとは LCC さん。充実した環境で勉強してそれぞれの夢へ羽ばたいてほしいですね。